本日私は隠れ家的お店、ね、マジュンリッカさんにお邪魔しております、早速、お店の方来ていただいております。ちょっと私緊張しております。こんにちは。こんにちは。今日来ていただいてありがとうございます。こちらこそ。はい、お名前の方教えていただいていらっしゃいでしょうか。本名比嘉直美、芸名は沖直美と申します。はい、沖直美さんが経営されるマジュンリッカさんでございます。もうね、私、緊張しております。本当に、もうテレビでね見ていた世代ですので本当にもう、緊張しております。早速ですが、沖さん、まあ、こちら、隠れ家的お宿マジュンリッカさんということなんですが、まあ、どういったお客様が多いんでしょうか。ですね、まだ3年なんですね。で、最初の1年目はあの地元の方中心だったんですけども、2年目3年目からあの観光客半分、それから地元の方半分という形ですね。あ、はい、あの場所は高潮ですけども、もちろん高潮 の, あの老人会の皆様とか、あと、まあ、読谷全域地元の方、それから観光客が最近はお見えになるようになりました。はい、なるほど。まあ、観光客が半分、まあ、地元の方半分ということなんですが、はい、まあ、観光客の方、まあ、地元の方に人気のメニューというのはどういったものがあるんでしょうか。ですね、やっぱり観光の方はもう沖縄の読谷の食材を中心に使った、あの、まあ、食材にこだわったお料理を非常にあの好んで、はい、オーダーいただいてます。で、あと地元の方はあのオープン当初からあの東北の食材との交流を、あの、まあ、食文化の交流ということをテーマにしてましたんで、あの東北の食材とかもあの好んであのオーダーいただいてます。はい、なるほど。はい、東北の食材ということ、どういったものがあるんでしょうか。ですね、時期的に今はあのほら暑いんで、はい、あれなんですけど、冬場はあの生牡蠣とか、あの、はい、貝類はじめとして、あと、まあ、あの常時あるのは牛タン、仙台の牛タン、牛タン、はい、それからお魚ですとスルメイカとメヒカリは常時あります。ただ貝類だけはもう冬季限定してます。貝類は冬季限定で、はいはい、スルメイカっていうのはね、私もイカ好きなので本当にまた、はい、ぜひ食べてみたいなと思います。はい、あとお店のこだわりっていうのはどういったところでしょう。そうですね、築62年 の, あの古民家瓦屋を、はい、あのリノベーションさせていただいたんですね。だからあの瓦屋らしい、古民家らしい、こうぬくもりのある接客を心がけてます。はい、はい、ね、もうあのこの隠れ家的お宿、ね、あのお店ということで、本当に古民家です。外観からちょっと、ね、あの一度見逃す方が多いかと思いますけどね、ぜひ見つけていただきたいと思います。それでは営業時間とお問い合わせ、定休日などお願いいたします。はい、時間の定休日が月曜日です。で、営業時間が6時から、ラストオーダー10時半、ラストオーダーが10時半、はい、でもお店は11時半まで開けております。はい、ご連絡先は098-989-8333 です。はい、では最後に、まあね、ラジオ映像をご覧になっている方いらっしゃると思いますので、ぜひ、メッセージの方お願いいたします。はい、まあ、今ね、あの、ご説明いただいたように非常に分かりにくいところにあるんですね、隠れ家的で、あの住所は高潮の122番地、あの古民家瓦屋にこだわってオープンさせたんで、本当に住宅地の中にございますんで、小さな看板を見逃さずにあのぜひお越しいただければいいなと思います。あの非常に分かりにくい場所なんですけども、一度来ていただければ必ず皆さん覚えていただけるん で, で、ね、最初の1回目が大変だとは思いますが、ぜひあの近くにお立ち寄りの際、あの、まあ、寄っていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、まあ、沖直美さん経営されますマジュンリッカさん訪れました。ね、ぜひこの隠れ家的お宿、あ、お店をですねお見つけてくださいね。